U15 には公益財団法人日本サッカー協会竹山昌司理事より表彰状が授与されます。表彰状第3位名古屋グランパス U15 JFA プレミアムカップ2016において当初の成績を収めたのでその栄誉を称え、これを表彰します。平成28年5月4日公益財団法人日本サッカー協会会長田島幸三代読おめでとうございます。以上をもちまして JFA プレミアカップ2016第3位表彰式を終了いたします。惜しくも準決勝で敗れましたが見事全国第3位となりました名古屋グランパス U15 の健闘をたたえ、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。これはまた週末、頑張る週末、また見て切り替えてもらいます。